マジックカーペットはサンフランシスコ市営鉄道が1939年に導入した路面電車車両の愛称である。1936年以降、アメリカやカナダ各地の路面電車には PCC カーと呼ばれる高性能の電車が多数導入され好評を博していた。だが1930年代のサンフランシスコ都市検証では PCC カーの展開を実施していた。 TRC へのライセンス料を含む特許権使用料の支払いが禁じられていたため PCC カーに類似した車両を導入することとなった。これがマジックカーペットと呼ばれる一連の車両である。PCC カーの中でもバス窓と呼ばれる小窓を有さない戦前型に類似した両運転台式の車体を有し終電装置となるポールは車体や根状の左右に 上高扉も車体両端、両側面に設置されていた。PCC カーと異なるのは、速度制御を PCC カーが足踏みペダルで行う一方、マジックカーペットは従来の路面電車車両と同様に主管制御機を用いて行う点である。主電動機を含む電気機器はゼネラルエレクトリックが製造を手掛けた。1939年に5両が導入され、 当初開催されていたニューヨーク万国博覧会を記念し、車体下部が青色、上部が金色という特別塗装で登場した。高性能で騒音も少ない車両は高い人気を博し、魔法の絨毯を意味するマジックカーペットという愛称の由来となった。第二次世界大戦後は緑色やクリーム色を主体とした塗装に変更され、 前述した禁止規制が解除されたことで1948年から導入が開始された本物の PCC カーと共に使用されたが1954年に市外電車が全列車ワンマン運転に切り替えられた際手動レバーを用いて速度を制御するこれらの車両は運転士の業務が煩雑になることが問題視されたその結果同年以降マジックカーペットはラッシュ時のみの 運転となり、1957年に、セントルイス公共事業会社から譲渡された、片運転台式の PCC カーに置き換えられる、形で、全車廃車された。2019年現在、1000が製造当時の塗装に、復元された上で、アメリカ・カリフォルニア州のウェスタン鉄道博物館で、胴体保存されているほか、サンフランシスコ市営鉄道、カイラインで、 胴体保存されている両運転台式の PCC カーはマジックカーペット登場当時の塗装をまとっている。ありがとうございます。